のテーマはフレイル予防です。皆さん、フレイルという言葉は聞いたことがありますか？まずはフレイルとは何かについて説明していきたいと思います。そしてフレイルを予防するにはどうしたらよいかを一緒に考えていきましょう。フレイルとは、加齢に伴う生理的予備能力低下のためストレスに対する回復力が低下した状態を指します。要介護状態に至る前の段階とされており、身体的、精神、心理的、社会的などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスクな状態です。フレイルの診断で用いられている基準の一つに JCHS 基準があります。体重減少、筋力低下、疲労感、歩行速度低下、身体活動低下の5項目で構成されています。この5項目の中で3項目以上該当した場合にフレイルとなります。今回紹介するフレイル予防では、この中でも身体活動に注目してみたいと思います。軽い運動、体操をしていますか？定期的な運動、スポーツをしていますか？という2つの質問に、いずれも週に1回もしていないと回答した場合、身体活動低下に該当します。それでは身体活動の程度について説明します。MEDSとは、身体活動の程度の単位として用いられます。安静時を1メッツとして、安静時と比較して何倍のエネルギーを消費するかを示す指標です。具体的には、家族で団らんが 1.8 メッツ、買い物が 2.3 メッツ、犬の散歩が 3.0 メッツ、楽な体操が 3.5 メッツ、ジョギングが 7.0 メッツのエネルギーが消費されるとされています。では、この身体活動はどのくらいやれば良いでしょう。健康づくりのための身体活動基準では、65歳以上の人は強度を問わず毎日40分の身体活動を行うことが推奨されています。これは1週間に10メッツの身体活動の程度にあたります。また、10分未満の掃除や洗濯、買い物などの日常生活活動を含めた身体活動でも積み重ねることで介護予防に有効という結果が報告されています。それでは最後に、推奨されている身体活動量を目指して1日の身体活動量の計算について紹介します。2.5 メッツの掃除を10分行うと 0.4 メッツ時となります。2.0 メッツの洗濯を10分行うと 0.3 メッツ時となります。3.5 メッツの食事の準備を10分行うと 0.6 メッツ時となります。3.3 メッツの皿洗いを10分行うと 0.6 メッツ時となります。1日の身体活動量の合計は 1.9 メッツ時です。これを1週間続けると 13.3 メッツ時となり、毎日40分の身体活動を行うことで、目標とする1週間に10メッツ時を満たすことができます。日常生活活動を含めた短時間の身体活動でも積み重ねていくことがフレイル予防につながります。ぜひ日々の生活に身体活動を取り入れることでフレイルを予防してください。